やってきました。白壁館。こちらね、静岡県磐田市にあります。お食事どころって出てますね。すごくのどかな場所にあります。掛川牛こだわりみかん新米入荷しましたってね、のぼりが出てます。掛川牛、牛 100% ハンバーグとかね、卵かけご飯があって美味しそうだったんでやってまいりました。どんな感じなんでしょう。行ってきます。ペットはご遠慮ください。はい、こんにちは。店内入ってきました。お、すごいじゃんこれ。店内はね、いろりのテーブルなんかありますよ。これすごくない？あとはね、ほらカウンター風のテーブルがあります。お、なんか出てるね、 B 級グルメ、米や白壁館自慢の卵かけご飯って出てるね。当店おすすめ超うまい掛川牛 100% のハンバーグ定食だって。へー、うまそうです。これ両方食べますか、卵かけご飯とハンバーグ定食。ほら、こちらにはね、店舗があってね、いろいろ売ってる。お土産コーナーみたいな感じ。ほら、ほらほら、お米が売ってたりね。え、こちらには浜名湖の卵とかね、スマイルエッグなんてね、売ってますよ。シャインマスカットが売ってたりね、トマトが売ってたり、味噌が売ってたりしますよ。ほら、ジュースも売ってます。あら、お茶も売ってます。天竜のお茶が売ってます。何これ、味噌パン、知らないな。懐かし昔菓子だって。味噌パン売ってます。パウンドケーキも売ってます。秋田のこだわりラーメンとかね、売ってるね。はい、食券はね、入って奥のところにあります。ほらほら、卵かけご飯650円、掛川牛 100% ハンバーグ定食980円、ビーフカレー、黒カレー、キノコカレーってあります。あとはね、茶そばに日本そば、ラーメンにハンバーグ単品もあるね。あ、おでんもあるんだ。おむすびもあります。単品でご飯あります。あとはコーヒーとかもあるね。大盛りご飯もプラス100円であるんだ。卵1個40円で買えます。はい、メニューはね、こんな感じ。ということで今日は卵かけご飯にハンバーグ単品を頼んで、あとはね、ラーメン食べようかな、醤油味十文字ってやつね、600円。そんな感じで今日は3品頼んでみたいと思います。はい、こちらカウンターの席もうできてます。早い。こちらが卵かけご飯でございます。TKG。 いや、うまそうだな。熱々ご飯に味噌汁、あ、薬味もついてるね。お茶と水がついてます。卵かけご飯専用の醤油がついてるね。関東風とね、関西風がある。どっちにしよう。関東風ですよね、多分。だからハンバーグ持ったよ。はい、あとはね、ラーメンが来ます。それではいただきます。さあ、それでは味噌汁からいただきます。うん、美味しい味噌汁。さあ、卵かけご飯ね、そのまま割って入れます。はい、関東風卵ぶっかけます。なんかすごい、この卵もすごい新鮮さが出てる。色もいい。そのままガッといただきます。うん、めっちゃうまい。黒毛和牛 100% ハンバーグだって。うん、確かに牛 100% の味がする。卵かけご飯にね、熱々のハンバーグ、いい組み合わせです。
漬物。野菜食べます。はい、トマト。やば、薬味余っちゃった。全部入れて食べます。薬味入れるとね、味めっちゃ変わる。しかも美味しい。さあ、ハンバーグだ。はい、完食。卵が美味しかったね。ハンバーグとのね、組み合わせもバッチリでした。あとはね、ラーメンが来ます。こちらのね、お食事のことはね、土日祝日やってません。ランチはね、平日の午前11時から2時までの営業になってます。お茶飲みます。うまい、このお茶。天竜のお茶か。うまい。はい、来たよ来たよ。こちらがね、ラーメン十文字醤油味ね。めっちゃいい匂い。秋田ラーメン、うまい。ネギとわかめとゆで卵。この麺はあれかな、さっき売ってたやつの乾麺かな。でもね、なんか美味しい。ゆで卵、ライスおかわりしました。スープ余っちゃったので、ね、スープの中ぶち込みたいんですけど、これすごいでしょ。このご飯ね、敷地米、ここのね、地米ニコマルっていうねブランド米みたい。そのままいただいてみます。うまっ、新米だね。いや、米臭さっていうかさ、お米のいい香りがする。ここのね、磐田市敷地地区、鬼が宿る里山だって。怖いな、鬼がいるんだ。でもね、のどかでね、いいところ。やばい、ご飯マジでだ。ああ、スープに突っ込んで食べようと思ったけどね、もったいない。そのまま食べます、スープを置かずに。完食。ごちそうさまでした。いや、うまかった。ご飯うまかった。ということで、本日はね、静岡県磐田市敷地にありますね、白壁パンさんからでした。バイバイ。